皆さんこんにちは、 DOT 劇団薬草どうもトトです。今日はこちらです。はい、こちらでございます。黒ひげ危機一髪ポップアップミュージアムでございます。はい、こちらはガチャコーナーで回してまいりました。ということでまずはこちらを開けていきたいと思います。はい、ということで開けてまいりました。でまずはですね、ほらこんな感じでパーツとシールが出てきます。そして次はこちらを組み立てていきたいと思います。はい、ということで組み立ててまいりました。で今回私がゲットしたのはこちら、ラブヒゲ危機一髪になりますね。でラブヒゲ危機一髪の遊び方はとても簡単です。まずこちらの剣を樽の中に刺していきます。そしてこちらの真ん中にいるラブヒゲくんをこのように飛び出させてしまった方が負けというとても単純なゲームです。いやー面白いね、これ単純に見えてハラハラドキドキしますね。はい、ということで今回はこちらの黒ひげ危機一髪ポップアップミュージアムを紹介しました。で感想はですね、まあ、見てもらったら分かるんですけど、まあ、このように見た目は単純なんですけど、まあハラハラドキドキのとても楽しいおもちゃが手に入ったということで本当に良かったです。で皆さんもこちらガチャコーナーに置いてあるので、ぜひ気になった方は回してみてください。この DOT 劇団ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。グッドバイ。